示すアーセナルに骨埋めると思いますか？ああ、そばっかりはね、誰もわかんないですよね。だって、それこそさ、アーセナルに莫大な接近でさ、マドリードはなんかどっかがさ、富安の、あれしようとして、富安も、まあね、行きたいっていうふうに、今は言わないけどね。そういうふうになったらさ、そこに大きいお金来て、アーセナルとしても次の補強できるし、みたいな。で、富安の代わりになる若手とかが出てくる可能性もあるじゃないですか、数年経って。マルテタがやめて、だそれこそさ、岡崎もそうだし、あと誰だろう、香川とかも一応そうなの。でもまあ、岡崎が一番そうだな。ちゃんといい活躍してても、監督が変わると、あ、長友とかそうだね。めちゃくちゃ序列でさ、急に戦力外したな、みたいなのあるじゃないですか。ああいう時に、ああいうパターン、なんか、あるんすよ、本当に。僕らは、プロなんで、こう、リスペクトして憧れとかして、ね、あって見てるけど、本当日本人だが使わないとか、もうそういう、本当好みだったりとか、そういう人間臭いあれがあるんすよ。ってなった時に、富安もその扱いをね、アルテタがずっと監督やれるかどうかわかんないし、ってなった時に、それは富安がさ、いきなり戦力外になるみたいな、長谷部とかのパターンみたいな、あるから、ってなると富安出てくるじゃん。ってなると、ここでね、骨を、富安が埋めるっていうのはね、今絶好調というか、ね、最強の富安だけど、もうね、そう言い切れない事例は過去にたくさんありますよね。